はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストテリワンレトロですね。旅の扉のボスモンスターと、まああとイベントで、仲間になるモンスターだけを使っていく縛り、まあ縛りっていうほどの縛りでもないけど、まあ第2回目やっていきたいと思います。怒りの扉のボスバトルレックスからですね、こいつを倒していきたいと思います。でバトルレックスはね、仲間になるキャラなんで仲間にしていきましょう。で道中来る間にドラゴンとライオネックが毒になってもかなりうざかった。火炎の息グリズリーがそこそこか、火力は高いよな。お、会心出た。会心出てグリズリーとあまり変わらぬ攻撃力だからな。ちょっと火炎の息だけ気をつけて、まあ、ドラゴンとライオネックは耐性強いからライオネック命に大事にして他を攻撃していけば大丈夫か。120、30はいったんでいけるな。毒何気にうざいな。火炎の息でちょいちょい減らされるからな。これグリズリー毒になってたらちょっとめんどくさかったね。火炎の息しかやってこないな。こいつ攻撃してこないぞ。攻撃食らったら結構痛そうだけど、もうあといつものもうこのパターン、ワンパターン。ライオネックそこまでマジックパワー高いわけじゃないからね。戦闘前に魔法の聖水使ったんですよね。魔法の聖水使わなかったらマジックパワー尽きてたな。でバトルレックス仲間にしてドランゴンですね。ドランゴはメスです。連れてはいきません。井戸の扉ギガンテス戦で、こいつは肉をあげれば仲間になるんで、まあ霜降りも惜しまず使っちゃおう。まあ、別にねこういうボスキャラでしか使うとこないからね、肉なんて。であと何持ってた、なんかあったよな。魔物の餌があったな。燻製肉も持ってた気がするんだけどな。火力は結構食らった気がするんだよな。あーやばいな。まあガンガンでいっか。ガンガン命でちょっと待ってね。これにして作戦だけ変えといて肉をあげよう。あ、燻製肉ここにあんじゃん。ライオネックが命大事になれば全然いいんで。てかもうそのまま火力で押し切ったな。仲間にならん。ちょっとギガンテスは仲間にしておきたいんで、仲間にできるまでやります。よし、起き上がった。仲間にしましょう。ギガント、さあさあさあ。そして小さなメダルマラソンをしたので13枚貯まりました。これでサンダーバードもらえますね。まあ、こういうもらえる系のモンスターも使っていけるので、でサンダーバードちょっとドラゴンと入れ替えようかなと思ってます。で旅の扉も開放してくれて、え、まだ13枚じゃまだなのか。なるほど。でサンダーバードで、このサンダーバードはまあオスメスどっちでも大丈夫です。まあサンダーにしよう、名前は。でサンダーバードは連れていきます。ドラゴンさよなら。俺から言えることは一つ、ベティ君は可愛い。マネマネ、こいつは普通に仲間になるんで倒していこう。でライオネックがとうとうバイキルト覚えたんでグリズリーにかけて、グリズリーなんかあったっけ。もうこいつ完全に攻撃役だよな。でサンダーバードは、まあ、稲妻と稲妻斬り覚えてて、まあ、稲妻が普通に使いやすいっすね。まあ、今のこの段階だとまだ全然かわされんのか。でどうしようかな、全員バイキルトはかけておくか。グリズリー226、
モシャス、ライオネックか。まあまあまあいいでしょう。あとは攻撃アドミン、バイキルトが全部かかったら倒した、その前に強すぎる。でマネマネちゃんは仲間にしてあげましょう。ではサンダーバードも強くなったことですし、格闘場 C クラスいきましょう。グリズリーの爪が全てを引き裂くと言いたいけど、一応ぜひガンガンにしておこう。でサンダーの稲妻、うん、まあ効く的にはね50くらい通るからね。で一応サンダー多分強くなるとジゴスパーク覚えるんだけど、そこまでは鍛えられないかなっていう感じです。なんかさまよう鎧よく見るな、やっぱ人気なのかな。稲妻斬り鎧には通りそう。なんかもう完全なるイメージだけだけどね。耐性とかね普通にステータスで見れればいいんだけど、あぶね、毎回毎回魔人斬りだよな。魔人斬りと皆殺し、もう CPU 戦2大怖い特技だよね。結構耐久力あんな、思ってたより強い。でストーンスライムの硬さも別にグリズリーで引き裂けば大丈夫でしょう。いやー稲妻通るな、強いかわされるし。いやでももうもう稲妻やって終わりでしょう。スカラとか無駄だよ。メラミン、ライオネックには効かない。てかライオネックいつの間にか43になってる、ヒットポイントが。何まだ死なないか。グリズリーが引き裂く。バギマン残り1体、終わりだ。さあこれでファンキーバードの旅の扉が解放されるかな。喜びの扉ファンキーバード、マジこいつ今回の要だからね。バイキルトはグリズリーで命令させろで攻撃して、特にやることがないから殴る。あっちまった、待って、ライオネックがグリズリーでこいつ殴って、サンダーがガンガン行こうぜか。出たバイキルトはかからんか、グリズリーにむしろ攻撃がいったな。ちょっとライオネック回復役だからな、速攻で勝負かけないと結構きついぞこれ。グリズリー攻撃しないでくれ。まあ一応ね世界中の雫2つあるんでなんとかはなる。あ我に返った、よしよしよし。じゃあちょっとバイキルト、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。まあ別に世界中の雫は変えるからね。あ1個使っちゃったんだっけ世界中の雫1個しかなかった、2個持ってると思ったら1個使ったわ。198、200くらい当たるからね、全然火力がちげえな。でファンキーバード仲間にします、ファンキちゃん。でこいつはすぐ合成させるんでお見合いで。でさっきのファンキーバードと、ライバーンを組み合わせてロック調ですね、まあ、やっぱりねこのゲームロック調なんだよな。どこだファンキーバード。でこのファンキーバードしかもハッスルダンスも覚えてるんでかなり強いロック調が生み出されます。でこのロック調オスがいいんだよな、元気もりもりって。女の子かよ、祝福しよう、オスにします。ロック調完成、ロック君を連れていく。誰を返す、一旦グリズリー返しちゃっていいかな。でそこからさらにメダルおじさんとお見合いをして、スライムファングですね。
で、ここで誰出すのかっていうと、グリズリー出します。グリズリー獣系なんで、グリズリー出してスライムファンクでユニコーン。で、まあ、グリズリーのね、攻撃力も引き継ぐんで。で、このユニコーンは、メスにしたい。どうだ？女の子、オッケー。で、このユニコーンのメスは、手持ちのドラゴンと掛け合わせて、後々グレートドラゴンにします。で、連れていこう。レベル値が2人になってしまった。まあレベルはすぐ上がるからね。知恵の扉のスカイドラゴンは仲間にならないので、まあ単純にレベル上げですね。何が効くかな。メラミでいいか。ライオネックは一旦バイキルトをかけておこう。ユニコーンに、まあ、ユニコーングリズリーから攻撃力引き継いでるからね、かなり強い。で、ユニコーン自体はまあ攻撃でいいでしょう。メラミが通ってくれれば、あ、まあまあまあ通るな、助かる。激しい炎がちょい食らう感じか。メラミの命大事に。で、回復が追いつかなくなってきたらユニコーンもベホイミで回復援護をするっていう感じでいいかな。ライオネックがそんなに激しい炎を食らわないけど、でもどうだろうな。まあまだ攻撃でいいか。ユニコーンがそこそこ食らうけど、てかライオネックなんで防御してんの。6兆もまあ食らうわ。だからメラミ命命だな。これで回復が2つ入ると思うから、ベンホーまで一気に6兆264。ライオネックはまあまあまあ大丈夫。まだなんか厳しくないか。もう一回立て直そう。いや、激しい炎意外に痛いな、やっぱり。よし、これでだいぶ整ったから、ライオネックは命大事にで、まあ攻撃しておこう。ユニコーンは、これユニコーン今攻撃の要だからな。でも100しか当たらない。いや、グリズリーとかマジ200当たってたからな。それ思うとマジ全然違うよな、あいつの攻撃力。で、ベホまでユニコーン一気に。で、ライオネックが炎にまあ強いのはかなり助かるわ。オッケー、大きく吸い込んだ。これちょっとまずくないか。命大事にして、一応ちょっと大防御しよう。備える。で、ユニコーン一旦 OK。 89 ってことは多分90食らってたってことだからね。で、また攻撃に転じよう。いや、大防御やっぱね役に立つわ。よし、倒した。2600経験値、おいしい。6兆16、ヒットポイント20上がるし、17攻撃力、11上がった、珍しいな。で、ライオネックもレベルが上がって、ユニコーン、お、ベホマンになった。ユニコーンはまあそこそこ平均的に上がっていくかな。息を吸い込む、仲間を呼ぶ、まあいらないな、仲間呼びもいらないっしょ。なんかメダルの扉来たんだけどさよくわからん。前回はちょっとメダルの扉やらないで終わらしちゃったからね。一度入ると出られない後悔なき選択とか言ってるけどさはい、もううちはチュパチュパですよ。チュパチュパか、プリンプリンで王様気分か、甘い香りでゆっくりおくつろぎください。で、ここ確かキングスライムがいるんで、プリンプリンのとこに行けばいいのかな。あいた。私の胸でゆっくりお休み。押しつぶされて死にそうだな。6兆呪われてんだよね。で、一応命令させろで、一回、バイキルトはユニコーンに唱えておく。ん？ちょっと待ってね。いろいろやろうぜにして、命令させろの、こう、まあ、ガンガン行こうぜ。肉あげなきゃ確かいけないっぽいんで、って言ってもね、霜降りがないから骨付きでなんとかするしかないんだよな。キングスライム絶対欲しいかって言われると、今のところ、うちの配合表ではキングスライムいなくても大丈夫だから、ね、まあまあまあ、でも仲間にできるんだったら一応しておこう。
いろいろやろうぜ、なとスクルトになってんな。いやでも肉与えるだけはちょっと骨付き与えておこう。でメラミが、まあまあまあ通るか普通に。結構食らうな。バイキュートユニコーン、ちょっとそうすると一回命大事にしておこう。呪いヒットポイントが減った。ほんと呪いうざいよな。あ、ライオネック食らうな。スクルト一回かかってっけどね。まあちょっともう一回色々で大丈夫かな。お、いいね、連続攻撃でバイキルトかかってんのはでかい。そしてこれで一応2回かかったから、ライオネックも自分で自分に、あ、もう全然食らわないね。バイキルトかけてくれれば多分それなりの火力になる。よし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 、これでもうガン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 だな。ピンチになったらげっ、不合法ピンチになったら回復で全然いいでしょう。もう相当ピンチになるのにな。スクルトで固められるのマジでかいな。ゲー2回ともかわされた。1回かわされたら2回ともかわされるシステムかな。まあヒットポイント50前後になったら回復すればいいでしょう。ベホまで一気に結構体力は高いな。ゲーベホ見つかってきたんだけど、しかし無駄だ。連続攻撃で終わらす。ベギラマとか弱いし、ベホイミ分なんて連続攻撃の一発分で帳消しになるから。5000も経験値持ってんだ。よし、全員レベル上がったな。サミナレギーとか毎回毎回思いつくからね。でキングスライム、キングスか。では格闘場左の扉、ダンジョンエビも回収しておきましょう。タッツー召喚しよう。で、ライオネックはまあ、バイキルトでユニコーン。ユニコーンは攻撃でいるよね。あ、連続攻撃があるのか。まあ、バイキルトかかってからですか。あ、なんか、大防御してんな。しかもタッツー届かなかったし、祈りが。ライオネックも血をかけておくか。届かない、祈りが、タッツーが来ない。あ、50、それなりに食らうな。タッツーは召喚しておきたいな。スクルトかけよう。で連続攻撃来た。タッツー、まあ、スクルトは2回かけておけば大丈夫でしょう。タッツー175も増えんの、めちゃくちゃ防御力高いじゃん。防御力の半分が、そう、ハッスルダンスももう覚えたからね、使おう。防御力の半分が上がって2回かければ守備力倍になるっていう感じなんで、そう考えるとタッツーの守備力異常だな。175も増えるかんだ、稲妻か。まあまあまあ、でも50くらい当たってくれればね。ガン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 、でもガンガンっていいや。ベラミ、お、通るね。ラヒオネックなんか弱い。で、あとマグマの杖があって、確かこれ何の効果だ。あー、なんかベギラマっぽいな。クラッケた、かわされたな。一発、あ、倒した。で、ダンジョンエビ、エビはメスなのか、エビルちゃんです。では B クラスいきます。っていうか飛び級できないかな。なんかどのくらいの実力があればいいのか、もういまいちわからん。あ、でも A 級とかだとやっぱりイオナズンとかそういうのがないときついかな。あとイオラ、ヒャダルコとか、まあ、呪文でいくと2段階目だからね。で、ベギラマ、まあ、乱数で、まあ、倒せたり倒せなかったりか。まあ、一発イオナズンとか打てるとまただいぶ違うんだろうけど、
まあ一つ一つ地道に行きましょう。回復手段もだいぶね揃ってるからね、やっぱハッスルダンスがあるのがいいかな。でライオネックもユニコーンもベホも覚えてるし、あバギークロス使ってくんのか。そうするとロック調踊らせるか一回。あさらにベギラマ、ちょっと命大事にしよう。ここでガン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 、いいね。まだハッスルダンスでなんとかなってるから、ハッスルダンスで追いつかなくなってくるとベホマラが欲しいんだよね。まだその域には達してないから、まあ B クラスは全然余裕だな。あハッスルしちゃった、攻撃しとけばよかった。凍える吹雪、これ強い。でドラゴンマット、例によってあれか、皆殺し使うってのはちょっとめんどくさいなっていうやつ。魔人斬りも使ってくる。あれ皆殺しは使ってこなくて魔人斬りを使ってくるんだっけ。なんかもう皆殺しを使ってくるやつと魔人斬りを使ってくるやつの区別がつかん。まあ食らったらどっちも致命傷になるからね。あー余裕だな。 A いけないかなこれ。 A クラスもなんかそのまま突破したいけど、どうなんだろう。ちょっとそのまま A クラスやってみよう。行くぜ A クラス、そのまま。あの2戦目のグリズリー軍団が突破できれば多分なんとかなるんだよな。ライオネックしかもベホマラ使ってくるしね。ライオネックがベホマラーまで使えるように鍛えたのがすごいよな、敵の CPU。 ライオネックさ、あのマジックバーの伸びが悪いからさ、一応レベル的には21、今現在うちのライオネックも21なんですけど、レベル的にはもう覚えられるんですよ。で賢さも、まあライオネックは賢さ伸びるんで全然足りるんですけど、マジックパワーがね伸びなくて覚えないんですよね。これが結構きつい。多分もう種投入しないとちょっとめんどくさいんで。悪魔斬り、次どうするかだよな。ここのグリズリー軍団高火力で一気に攻めるか、やっぱりちょっとライオネックにスクールと唱えさせられるか。ちょっとあーそっか、疾風もあるから先手取られるから、やっぱり守備力を上げておくか。でこのバギクソもまあまあまあ痛いな。スクルト1回か。ちょっとロック調を踊らせて、ロック調を命大事にね踊らせていろいろやろう。デレガンガン、ちょっともう1回吹雪だな。ハッスルダンス、よし、なかなかいいタイミングで入ってくれた。まあまあまあ、うわバギクロス、しかもどうする。もう一回いろいろやろうぜ。攻撃が一人しかいない。いや、やばい、死ぬ。命大事にで。おお、危ない、危ない、危ない。バギ系がさ、結構乱数、幅が広いからね。これでスクルトはまあ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 大丈夫で。命大事に、命大事にで、ベホまで回復させて、こいつはガンガン行こうぜ。いや、ここが一番きつい、正直。あ、来た、ベホマラー。マジでな。回復量も結構えぐいからな、ベホマラーは。もうこれもう、ダメージ届かないもん。てか、ロック調かい。ロック調じゃもうガンガン行こうぜでいいや。命大事にガンガン行こうぜ。ユニコーンをちょっと一回回復してもらいたいんだよな。ベギラマか。いや、やばい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 。よし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 。だから、ガンガン、命、ガンガンままで大丈夫だな。死ぬなよ。よし。てか、まだ2戦目だからね、これだって。3戦目備えてるからな。で、ガンガン、いろいろ、今ちょっと遅いかもしんないけど、あ、ベホマラ唱えてきてるからね。バイキルトをかけたい。で、これでユニコーン攻撃に入るでしょ？まあ、ちょっと一回踊るかな、これ。で、ガンガン、ガンガンにしよう。よし、踊って、一回体勢立て直してバギクロス食らって、もう一回踊ろう。命ガン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 だな。ライオネックに、あ倒した。バイキルトかけさせるかどうか悩んだけど、まあまあまあ大丈夫だったね。
いや、きつかった。でもで、この絡め手のやつらをどうするか。まあまあ、ガンガンでいいや。一回火力を出してヒットポイントを減らしておこう。寝た。寝た。やばい。絡めて、マジできつい。死ぬな、とにかく死なないでほしい。よし、死ななければなんとかなる。ロック調早いからね、それもマジ助かる。まあまあ寝たとしてもしょうがない。これで凍える吹雪。いやー、ロック調寝たか。ユニコーンどうする？ライオネックを回復させるか、ガンガン行って攻撃するか。攻撃だな。ライオネックやられる。よし、これ、倒せない。まあ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 、でももうこっから火力で攻めていけるな。右のワタンコ倒したから。イオラで両方うまくいけば倒せる。無理か、キャタルコ。よし、オッケー。 A も突破。よかったよかった。誘いの扉の魔王の使いは欲しいんで、欲しいんだけど、どうしようかな。取り巻き、あ、まあタッツ召喚しとこう。ボス戦はもうタッツだな。で、こいつ一回こう燃える吹雪で、周りをなんとかしないといけないからね。スクルト必要かな。一回かけとくか。サミダレ切りやってきたな。出たー。精神集中だっけ、精神統一だっけ。これ結構辛いんだよな、ほんと。次のターンがマヒャの2回唱えられたら結構壊滅するんじゃないかって思うんだけど。で、アストロンか、ありだな。メダパニダンスとか。まあ1回いいよな。まず周りだな、本当に。周りを確実に剥いでいこう。ベギルマしかないからな。まあいいや、やっとこう。ライオネック結構やばいよね、ヒットポイント的に。効かない。きたー、マヒャドン。もう一回。うおー、ユニコーンがやばい。むしろライオネックは耐性があるからなんとかなってるのか。デビルアーマー倒したな。塩までむしろ効かないし。稲妻タッツー45。まあまあまあいいダメージだ。あ、どうしよう、世界地図の雫使おう。確実に行こう。で、ズシオマルを倒せない。よし、倒した。で、ちょっと命令させるのなんちゃってかな。ガンガン、ガンガンにして肉をあげたいんだよね。霜降りがないからもうひたすら骨付きをあげるしかない。メラミンで爆裂。バイキュートかかってないんだよな。マヒャドの2回。タッツ49か、悪くないな。でロック調を踊らせよう。で、で命で命令させるまでやっちゃうと次があれかな。道具を使わないといけないんで。で、ハッスルで一旦持ち直してのタッツーも回復するんだ。ユニコーンが食らうんだよね。で、もう、で骨付き肉あげて、マヒャド食らって、ハッスルダンス踊って、お、ロック調だいぶ減ってたのか。まだ。ベホイミも唱えてくれてたし。ここから攻撃に転じられんな。ガンガンにしてちょっともう一回骨付き肉あげて、なんか肉って4個くらいが限界みたいなんだけど、どうなんだろうな。何個あげたっけ。
タップ2攻撃したな。でロック調やっぱり踊らせよう。ちょっともう一回だけ骨付き肉あげて、あとは完全に戦闘だな。一応マヒャド1回だったらハッスルダンスでなんとかなるんで、ここからライオネックにちょっと遅いけどバイキットかけさせよう。ユニコーン一応これで大丈夫だな。ダメだマヒャド食らうからやっぱり毎回の、あ倒した5000デアゴ召喚、あマヒャドになった。で魔王の使い、お使いさん迷いの扉ダクホン、こいつも肉をあげて仲間にしていきたいんだけど、ちょっと一回まあ命大事にガンガン行こうぜ、いろいろやろうぜにしてから肉を与えていくか、まあ、バイキルトも唱えつつ、まあ結構食らうな。で霜降りを1個ゲットしたんでもうあげちゃおう。あと全部骨付きだな。162、おロック調にもかけたか。まあ50くらいだったらまあ全然ハッスルダンスでなんとかなるんで、一応スクルトもかけんのかな。まずはバイキルとかスクルトもかけてほしいな。それなりに食らうからね。全体攻撃がなければ結局メラみたいに自分も攻撃、あー減るな。これ3つ目、いやめっちゃ攻撃してんだけど、ゲッ、まあ、ほとんど、あでもハッスルダンスは大丈夫だ、ダンスイングだから。みんな攻撃してんな、大丈夫か、死ぬんじゃないかこれちょっと命令させろで一回踊っとくか。あデアゴ召喚しとけばよかった。まあいいや、今更感があんな。あれマホトーンになってるやつってなんか封じ込められたんだか封じ込められてないんだか分かんない、情報量が少ないからな。もうハッスルダンスでもうあー今更デアゴ召喚、マジカパが足りない、そんな使うのデアゴ召喚って。じゃあ攻撃でユニコーンも攻撃で、でライオネック別に大丈夫だったからベホマ自分で隠しよう。でダコン40か、まあまあまあ全攻撃しよう、バイキュードかかってるからね。よし倒した7026、めちゃくちゃ美味しい。でダークホーン、ダクホンそのまんまだななんかドット絵がウケんだけど、なんかどっちかって言うと悪魔系みたいな、アークデーモンに近い感じのドット絵なんだけどで配合なんだけど、悪魔系と獣系をくっつけたいんですけど、今のところの悪魔系がギガントで、獣系がさっき手に入れたダクホンなんですけど、両方オスなんですよね。でこれ別にもう系統さえ合ってれば誰でもいいんで、まずギガントのレベルがちょっと低いんで、ギガントと誰かをくっつけて悪魔系のメスをちょっと作りたいと思います。でメスでいけるのがどれだ、右に書いてあるんだけど、スカイドラゴンはだって使うでしょ、ドラゴンも使うでしょ、マネマネも使うから、でユニコーンも使うから、候補としてはキングスか、エビルなんだけど、どっちにしよっかな。キングスライムなんとなく取っときたいんだよな、まだ。いやーでもザオリックっていうか、まあ、ザオラル覚えるって考えるとキングスでいくか、将来的に。あーそうだな、もっとこうちょっとキングスにしよう、一応見よう。まあ、アークテンも作れるしね。フバーハ、ベホイミ、ザオリック、マジか、フバーハも継承させたいな。フバーハ、いや、いけるか。アークデーモンだったらマジックパワー高そうだしな。なんとなくだけど。
アークデモンプラス2。よし、これでいこう。アークデモンはメスがいい。女の子、お、いいねいいねいいね。じゃあこのまま孵化させちゃいましょう。アークデモンが生まれた。まあこいつはレベル上がったら合成させちゃうんで、で連れていこう。え、どうしよう。ライオネックは多分もう1レベル上がればベホマラ覚えるんだよな。ちょっとレベル上げ要因として連れていくから、6兆かユニコーン。まあユニコーンちょっと1回外すか。よし、ライオネックのレベルが上がってベホマラ覚えた。オッケーオッケーオッケー、ようやくよ。で何してる。メタルギリなんとなく取っといたんだけどな。メタルギリいらないか。他必要だもんな。大防御もあった方がいいし、メタルギリ捨てちゃおう。で、アークデモン。ホイミ。アークデモン自体何覚えんだ、そもそも。いい覚えるっけ。賢さはまあ上がってって、マジックパワーの上がりもまあ6とかであれば全然いいな。まあ守備力最悪上がんなくてもいいかな。まあ、守備が上がんなそうだね、アークデーモン。守備の上がりが悪い。なるほど。まあまあまあ、それはいいよ、別に。もう11レベルだよ。幸せの扉のジャミラス。まあ、経験値が目的ですね、レベル上げ。何がいいかな。あ、ではご紹介しとこう。で、ユニコーンは、爆裂剣でいけるかな。バイキュートないからね。イオラの方が強いかな、アークデーモンは。来い、ではご召喚。まあ、何をしてくれるのかわからんけど、強風だったら大丈夫だ。いいよだ、効かないけど。どうなんだろうな、攻撃よりはマシかな。まあ6兆攻撃した方がいいかな。まあいいや、ちょっとガンガン、みんなガンガンってみよう。マヒャド70か、痛いですな。なんで回したとか。結構長期戦になりそうだな、これ。やっぱりどうしてもアークデーモンがまだ全然弱いからね。まあ、マヒャドだったら爆裂剣の方がいいよな。まあ、6兆はまだいけるから、ちょっと少しでも攻撃に参加させよう。で、ユニコーンはもう爆裂剣。悪魔斬り。かわされた。まあ、100くらいいくからね。あ、デアゴいいじゃん。いや、召喚魔法いいな。で、そうするとデホまで一気回復だな。まあ、アークデモンがちょっと戦力にならないのはもうこれはしょうがない。それは織り込み済みだから。痛いです。え、すごくない。鳥肌立ったんだけど。とはいえちょっとデホまで回復したいからな。こうなったら全然攻撃の方がいいでしょ。これ身震いしてる間だけ。あれ、ちょっと待って。なんか今、バイキュート唱えなかった？デアゴ？え、マジで？ちょっとわかんない。全然見てなかったんだけど。誰？誰に唱えたんだ？ちょ、爆裂剣で見よう。いけ！強っ。ちょ、待って、ユニコーン。もう6兆も上がった。ちょっと、ユニコーンはマジで死にたくないからな。まあ、ベホまで確実に。ちか、アークデーモン持ってなかったっけ？ちょ、ガンガンの爆裂剣のベホイミでいいよ。ベホイミで十分十分。あ、倒した。デアゴめちゃくちゃ役だったな。で4300で6兆上がってのユニコーン、上がってのアークデモン、上がってのマジン切り。では次世代に向けてちょっと配合をしていきます。まずはバドルレックス。どこだ、ドランゴと、ライオネック。なんだっけ、あのベホマラ覚えたんでくっつけます。でアンドレアルができるんで、まずはアンドレアルを作りましょう。でこのアンドレアルは魔王の使いと掛け合わせて竜王にできるんで、魔王の使いがオスなんで、こいつはメスがいいんですよね。
どうだ、男の子か、祝福しよう。でただし竜王はめちゃくちゃ成長が遅いんで、まあ、星振りが終わるまではアンドレアルで使っていきます。パカアンドレアル、プラン7か、すげえな。まあ、こいつはアンドレでしょ。アンドレと。で、連れてって、ユニコーン一回返そう。てか、ユニコーンも掛け合わせるから。で、そこから、ちょっともう一回そのまま配合で、今度は普通のドラゴンと、ユニコーン掛け合わせて、これでグレートドラゴンができます。プラゴで、グレートドラゴンはまだオスでもメスでもどっちでもいいんで、そのまま孵化させようか。もうみんなレベルが低くなっていく。グレートドラゴン、うん、孵化で大丈夫。で、グレートドラゴン、なんだ、グレートだとなんかな、なんかあれだから、グレドラにしようか。それもそれでちょっと分かりづらい気もするけど、まあいいや。連れて行きたいんだよな。どうしようか、6丁外しちゃう、一回。6丁で俺、一人引率役やっぱ欲しいよな。悩む。で、さらにですね、イエティとお見合いします。で、これ誰やるのかっていうと、サンダードラゴン。サンダードラゴンじゃねえや、サンダーバードだ。サンダーバード出します。で、これで、ホークブリザードができるはずなんで。で、このホークブリザードもとりあえずは、もう、オスでもメスでもどっちでもいいんで。まあ、後にかけ、合わせる方を調整すればいいんで。で、ホークブリザードできたけど、ちょっとこいつはもう連れていけないな。マジで。で、とりあえずの、配合はこんな感じかな。じゃあまた高みを目指して、もう一つ扉クリアして、レベル上げていきますか。裁きの扉、悪魔。倒せかな。まあ一応ベナゾーマとかも覚えたからね、デアゴは召喚しておこう。で、まあアンドレちゃんはアンドレちゃんでバイキルト覚えたけど、アタッカーがいないからな。ロック調とアンドレの攻撃力が一緒だからな。どうするか、まあ、一応バイキルトかけるだけかけておくか。で、アークデーモンがやっぱり微妙なんだよな。あ、フバーハンじゃん、一応やっとこう。よし、デアゴ、覚える吹雪やってくるか。じゃあフバーハは多分だいぶ役立つな。で、ハッスルで、デアゴも一応かけてくれるっちゃかけてくれるかな。バイキルトないイオラ使うくらいだったらちょっと回復に取っときたいな。あ、だいぶ減ってんな。いいな、いいな、いいな。で、スクルトで増やして、スクルトは2回かけておこう。で、アークデーモンどうせ攻撃しかできないから、だったら、バイキルトかけて、アークデーモン攻撃させるか。デアゴの激しいもの36。やばい、火力が足りねえ。メラゾーンまで行くしかない。で、やっぱりバイキルトアークデーモンにかけて、アークデーモン攻撃だな。メラゾーンまでいくつ ?70 か。ちょっと微妙だな。よっしゃー、この鳥肌意外に立つんだな。え、鳥肌立つんだったらちょっと精神統一したから防御できるやつ絶対防御しとこう。で、普通に防御でいいや。あ、身震いしてんじゃねえかよ、そういえば。じゃあちょっと攻撃あるのみでやってみよう。なめろなめろ、もう一回。でやこか、まあいいやいいや。ただ、あ、しまった。また、普通に戦闘してしまった。いや、でも、攻撃してきたから、運が良かったな。
って考えるともうバンキルトはいらないから、アンドレちゃんのスクルトもう一回だけかけとくか。盤石の状態にしよう。アークデーモンやっぱり守備力低いから結構食らうんだよね、攻撃されると。で凍える吹雪はフバハあるからいいでしょ。でちょっと一回ハッスルして、あとはもう攻撃でいいな。このハッスルで立て直して、で攻撃の攻撃倒した、 OK。 7000でかい。アンドレ18、19も上がった。でアークデモン20。てかアークデモンってどこまで上げればいいんだ。じゃあもうアークデモンくっつけちゃおう。アークデモンとどこだ、ダクホンで OK。 アンクルホーンプラス5。てかアークデーモンとダークホーンだと特殊配合でアンクルホーンになっちゃうのか。ちょっともう一回じゃあ悪魔系作んなきゃ。もうピクシーだったら大丈夫でしょ。あのスラボーとかファングとかピクシーになってるから、さすがにピクシーとダークホーンでなんかみたいなのはないと思うんだよね。だからちょっともう一回アークデーモンから、まあ、フバーハとかもう覚えたからね。ピクシーにしよう。スライムファングでいいや。で、OK。で、ピクシープラス4。で、これはもう結果記録しちゃっていいよね。で、ダークホーンがオスだから、またメスを作る。で、ピクシー鑑定して、女の子、OK。で、ピクシー作って、いや、配合大変だな、本当に。で、レベル上げてこう、また。で、ピクシーをレベル20にしてきたんで、ちょっと見るか。まずベホもあるでしょ？で、イオが持ってて、で、あとザオラル、バイキルト、フバハ。まあ、これが引き継げれば別にいいでしょっていう感じなので、こいつを、決闘に出して、そこから、わかった。これ、ダークホーンがいけねえんだ。特殊配合になっちゃうから、ダークホーンを普通の獣に戻さなきゃいけないんで、で、そうするともう使えるやつがいないんですよね。ダークホーンがオスなんで、これもしスラボがメスだったら全然使えたんだけど、スカイドラゴン使うし、マネマネ使うし、あ、エビがいるじゃん。エビ、エビ、エビ。エビとくっつけよ。エビルは今んとこ使わないよな。結構レベル高いしね、しかも。よし。もう、めちゃくちゃ予定狂ってんだけど。で、エビ。エビにして、エビにして、ピクシーとくっつけるから、ちょっと待って、エビルはミノーンだよね。ミノーンはさすがに、特殊配合なんてないでしょう。ピクシーとミノーンでなんか変な配合ができるとかっていうのはないと思うんで、よし、じゃあ、もうミノーン作ろう。贅沢だな。ダークホーンとエビル掛け合わせてミノーンができるとか。もういいよ、オッケーオッケーオッケー。プラスだけがどんどん増えていくな。結果記録します。ダークホーンとエビだよね。で、このミノーンはピクシーとくっつける必要があるんでオスがいい。男の子、オッケー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 。で、ミノーン孵化させよう。贅沢ミノーンができたな。ミノーンまでついてるのか。あ、まあミノーンでいいか。じゃあで、贅沢ミノーン連れてって、もうピクシーはあげなくていいんで、さよなら。よしよしよし。で、ミノーンは、あれが書いてないな。獣だよね。そう。悪魔と獣を組み合わせたいんですよ。なんで、またちょっと、ミノーン、お前を鍛える。じゃあ、ミノーンも20レベルに育ったので、配合していきましょう。ピクシー。ちょっと一回強さ見てみる。まあ、平均的なね、マジックパワーが少し少ない感じか。まあ、攻撃力、ちょっと伸びて、素早いね。まあまあまあ、見た目通りの感じか。で、悪魔と、獣、ミノン。
これグレムリンができます。なんで今更グレムリンっていう感じなんですけど、ちゃんと考えてるから、あの特殊配合に使うんで、グレムリンは。で、一応ミノーもちょっと見てみましょう。あの素早さがね、全然上がんないんだよね。まあ、これも見た目通りかなっていう感じで。素早さが極端に上がらない分、他のが、まあ、平均的に上がってる感じかな。意外に攻撃力も伸びてるし、っていう感じですね。じゃあ、これで、OK。グレムリンプラ6。で、グレムリン自体は、オスでもメスでもどっちでもいいんで、大丈夫です。で、不可もさせちゃいましょう。で、グレ、マミム、グレムでいっか。はい。で、別に連れてかね、牧場で勝手に育ってくれって感じ。必要になった時だけレベルを上げよう。まだ出番ではないので。で、グレートドラゴンを回収しましょう。で、今のメンツが、もうここで見れるか。ロック長とアンドレアルとグレートドラゴン。星降りの大会勝ち抜くまでは、もうこのメンツでいきます。というわけで、次回は格闘場ですね。S クラスからやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、途中、だいぶ配合を持ってた通りにはいかなかったんですけど、まあ、うまく軌道修正できてよかったと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。